本番はしてたんですけど、はい、ですよ本当に任せて、はい、すいません、はい、HKT48 の植木直人、村重杏奈と土屋舞と駒田ひろかと村川ビビアンです。イエーイ、今日は予告した通りこの時間にですねショールーム特別配信をしていきたいと思います。はーい、その名も HKT48 のよかよか、イエーイ、イエーイ。はい、ここからは私たち博多拠点に活動する48グループ HKT48 のメンバー5人、その名もチーム、何ですか、なんてなんてなんて、豆腐サンタマリア初耳、はい、福岡市中央区天神の福岡パル福岡パルコ新館にあります、うん、天神サトレン、サテライト、あ、天神サテライト、あんだけ打ち合わせしたのに天神サテライトから生放送でお送りしています。通行している方が、さて、この番組はショールームの機能を使って皆さんにも参加してもらいながら私たち HKT48 と楽しく過ごしていこうという番組です、はい、それでよかよかというタイトルなんですけど、よかとは博多弁でいい、グッドの意味なんですけど、逆にももうよかよかというもういらないよっていう意味も含まれているそうで、私たちの番組がグッドグッドになるか、もしくはバッドバッドになるのか、そんな意味合いも込められていますので、これからの番組を楽しんでください。イエーイ、とにかく私たちの普段の活動だけでなく裏話だったりプライベートの話やいろんなコーナーも交えながらこれから1時間お送りしていきたいと思います。お楽しみに、楽しみに、皆さん8時頃までぜひお付き合いよろしくお願いします。そしてなんと今日初オープンの天神サテライトから生配信です。生配信、私たちがスタジオから初放送です。すごい、パルコの5回新刊パルコ、新刊パルコの5回スパクで、皆さん今なら私たちのことをね、はい、見に来るよ、ここから全然第1人目になりますもんね、ここ、はい、ここに見に来る、全然もう誰が一番早いかな、飛んじゃってもらってね、そうだ、いっぱい拡散していただければね、はい、うん、ぜひぜひお近くにいる方は、はい、はい、このスタジオは福岡の中心地天神の福岡パルコ新館にある、その名も天神サテライトというスタジオで、スタジオの、初お披露目も兼ねまして、私たち HKT48 がお送りさせていただいております。天神サテライトです、初お披露目、おおすごい、なんかでも私はファンではないですね。ファンではない。ファンではない。カフェのカフェのお客さん。ヤッホー、ヤッホー、恥ずかしい方でした。へーい。カフェのお客さんです、ね。シンプルにカフェに来た方。けども、まあね、この番組はショールームだから、もう私たちのことを知ってくださってる方が、うん、まあ、見に来てくれてるわけなんで、うん、確かに、リラックスしてできるね。なんかそうですね。しかもショールームですし。舐めとるやろ。じゃあさっきでも台本の確認するときに、もう、うん、スタッフさんが、まあ別に何でもありですよ、まあショールームなんで、とりあえずショールームなんで何でもありですみたいな感じだったので、もう何でもありということで、しかもね、最近はショールームにめちゃくちゃ押されてるんです。そうなんです、押されめ、もうショールームしか仕事がない、そんなことないですよ、本当に村重のスケジュールショールームで埋まってますから、羨ましい、羨ましいですね。どうですか、みんなコメントも見えますけども、ね、でもなんか普段はお家とか楽屋とかで配信してるので、うん、なんかこうやってメンバーみんなで配信してみたかったので、確かに、それがすごい楽しみですね。ですね。星ください、星投げてください、いっぱい星くださいっていうコンプがもうなんかすごい見てくださって、え、実際に自分でも配信しろって感じで来てる。ちょっと帰ろうかな。イエーイっていっぱいコメントも来てます、ね、すごい、本当だ、優しい、すごいすごい、いっぱいいっぱい、ゆかちゃんいるよって、あ、きよしちゃんも見てくれてる、まさかおいで、ゆかちゃんメンバーが見てくれてるっていう、新刊パルコ5階だよ、あ、きよしちゃん新刊パルコ5階だよ、あ、きよしちゃん、あ、きよしちゃんが一番で来てくれたら面白い、ずっとあそこにおるっていう、壁に張り付いてた、前にああいうのありましたよね、壁に張り付いてほしい、よく見るやつなんか、なんかさ、普通だったらメンバー来たら、あ、じゃあ一緒に行こうってやるみたいな感じだけど、秋田さんだけはもうガン虫で、ずっとあそこにおるっていう。触れずにね。
来てほしいですね。面白い。はい、さてですね、はい、ショールームの説明なんですが、このショールームでは右下にあるアイテムを投げたりコメントを書いたりして私たちとコミュニケーションを取ることができますので、ぜひ一緒に楽しい時間を過ごしましょう。はい、コメントやアイテムを投げるには無料のアカウント登録が必要なので、まだの方はまず会員登録をお願いします。はい、ちなみにこのショールームではユーザーの皆さんが投げたポイントが多いほど皆さんのキャラクターが前の方に出てくるようになっているので、面白いと思ったらぜひ星をたくさん投げてください。はい、名前を呼んでほしいという方は前に出てきていただけると話しかけやすいので、ぜひ番組に積極的に参加してみてください。お願いします。ちなみに右下のツイッターマークを押すことでこの番組をツイッターで拡散することができます。わー、ここら辺ですかね。たくさんの方に見てもらいたいので、ぜひ見てもらいたいのでぜひ、皆さん拡散お願いいたします。では何でしょう、改めて自己紹介を一人ずつやっていきますか。はい、じゃあ私からちゃんとキャッチフレーズも一緒にやっていきたいと思います。はい、みんなを笑顔にしちゃいけん、片っ端くぼがチャームポイントのなおこと植木なおです。よろしくお願いします。はい、福岡県出身21歳、今日もあなたの夢にお邪魔します。中田の眠り姫舞ちゃんこと渕貝舞です。よろしくお願いします。はい、宮崎県出身、マンゴーよりも愛されたいピーちゃんこと駒田ひろかです。よろしくお願いします。イエーイ、ピーちゃん。はい、白あんの後にビビアンみたいな、もう何でもいいので言っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。みんなが大好きなあんといえば、つぶあん、こしあん、白あん、ビビアン、ありがとうございます。キラキラネームの純粋なジャパニーズガール、ジャパニーズガール福岡県出身、18歳の村上ビビアンです。よろしくお願いいたします。はい、シンプルイメージは、その中心にブリュートシアトのハーフのアーニャこと村重アンナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでこのメンバーでですね、この後8時まで私たちと一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はいはいはい、最初のコーナー行っちゃいましょうか。この間もずっと配信されてるんですよね。あ、そこが面白いところ。確かに一回カットーって前からじゃあ行きますか、最初のコーナー行きますね。はい、さて最初はこんなコーナーをやってみたいと思います。 HKT48 のカタリンよしげちゃん。はい、このコーナーはあるお題についてみんなでトークしていくテーマトークコーナーです。劇場での MC を再現しているようなスタイルで、あるお題についてみんなでトークして盛り上がっていきます。とりあえず私たちがテーマを決めますが、皆さんからのお題でもトークしたいと思いますので、皆さんお題をどんどん書き込んでください。ちなみにコーナータイトルの語りんよーとは、博多弁で語ると仲間に加わるをの意味をかけています。はい、はい、ではこの時間はですね、スタッフ指令で私植木が回し役でみんなでトークしていきたいと思います。お願いいたします。それでは最初のお題はこちら、最近どう、ざっくりめちゃめちゃざっくり、もう何でもありの最近どう。確かにそんなに頻繁にね会うと、チームも違うし、そうですね、確かに会うこともないから、ね、みんなが何してるのか、知らない、最近何あったかな。でも久しぶりに会いましたよね。うん、ね、まあ割と、まあ公演もなくまあ割とね。ビビアンは韓国行ってるよね、はい、ずっと。あ、まあ行ったり来たり。お大変だね。はい、そうですね。大変やん。村重それこそずっとショールームしてるかもしれない。あ、猫舌ショールームで出られてますよね。めっちゃ出てるよね、いろんな人と、すごい人たちと、ね、この前もね出られてましたもんね。毎回なんか毎回、まあ、2回しかやったことないんですけど、前回も村重ナコミクサクラだったのよ。それ見た、村重で、なんかもう、もう明らかにもうとりあえずもう村重さんもう暴走してくださいみたいな感じ で、それでなんか2週目も村重と柏木さんとキュートのおかいさん、うわ、すごい、いや
それこそさ、村重なんで村重ね、ギュグリンさんとも4年ぶりぐらいに久しぶりにちゃんと喋って、マジで緊張した。ね、緊張しますよ、しげさん。緊張する、緊張すると逆になんか空回ってもう変なテンションになるからえ、でもカラオケしてたじゃないですか、うん、いつもあの打ち上げでカラオケするようなテンションでやってましたよ、しげさん。そう、すごい、すごかった。なんかそのテンションじゃないとやってくれない。でも、うん、沈黙が怖かった本当に、なんか味方とかいないですよね。味方っていうかなんかね、そうそうそう、同期とかいない。しかもその後もやっぱ柏木さんと岡井さんのファンがとにかくすごい見てるから、なんかもうスタッフさんには村重もよろしくねってのこう全集みたいな感じで、もう、もうどんどん書き出しちゃってみたいな感じで言われてて、でも他のファンの人を見てるってのもあってあんま意見やん。でもスタッフさんからは、しかも猫舌ショールームってスタッフさんが目の前に座っとるんや、だからもう期待の眼差しなんか村重って村重村重よろしくねみたいな感じでずっと見られとって、すごい。でその圧力もうそう圧力でもうやばいみたいな、もうやばい、もうなんかせんとみたいな感じで黙っとるの怖くて、もうぶっ飛ばすじゃん、あもう普通にネットで叩かれた。かわいそうそこまで考えて、そこまでツイッターのリプももう大荒れ、荒れてた結構。マジすごい。でもやっぱ柏木さんと岡井さんのファンがもう見たいじゃん。で村重邪魔じゃん言ったら、でもスタッフさんたちはあの一応盛り上げてほしいみたいな感じで、村重もよろしくみたいな感じじゃん。もうその間がもう何か分からんくて、お前マジで邪魔だったぞみたいなリプが。怖い。でもなんかなおが一個見た、村重が載せてたやつかな、うん、でなんか岡井さんと柏木さんが普通に歌ってて、村重とか言って裏で後ろで村重がモップで歌ってるって。あ、そう今見た。でめちゃめちゃなんかいつものみたいな感じしてた。面白かった。もう最終的にもう後ろに行くしかなくて、でも後ろにおるだけでももう気にもう意味わからんやん、どんなテンションで歌うか。確かに、もうとりあえずモップをスタンドマイクにしてた。いや最高よすごい緊張しました。本当にでも柏木さんも岡井さんもマジで優しくて、もう本当村重よろしくみたいな、村重のテンションでよろしくみたいな。だからもう本当ファンの方には申し訳ないですけど。本当だ。何？これ本物かな？何？え、ショールームの前田さんが、おはようございます。やっぽー、やっぽー、ダメだよ。やっぽー、今ダメだよ。やっぽーはやばい。やっぽー。もうそんな感じ。最近ショールームでたくさん出演してます。よろしくです。ありがとうございます。福岡から配信しています。嬉しい。ね、嬉しいですね。すごいな。ありがとうございます。似てますね、すごい。あばた似てます。急に緊張してる。やめろって喋れんくなるから。そうですか、みんな。最近ね。なんかしてました。何があったかな。みんな急に喋らない。どうしよう。前田社長が聞いてると思ったら喋れなくなっちゃった。これはですね、村重専用カメラってらしいですよ。すごい、めちゃめちゃ高画質。かわいい。あ村重とチューするときこんな感じ。確かに。最高。そんな唇です。めっちゃ吸い込まれそう。吸い込まれそうなんだけど。こんな感じでお送りしています。イエーイ。最近か。最近ね、まだ秋吉さんが到着されませんね。まだみんな時間かかってるみたいな。皆さん待ってますよ。ちょっと絵が寂しいけど。ねえか。私最近あのヤフオクドーム行ってきました。そうだ、売り子いや売り子スイカバイトじゃないですか。それアルバイト。ソフトバンクニュースさんのなんか毎月更新されてる記事があるんですけど、うん、それでなんかこの間の試合で DJ しました。すごい。よくそのバッターの方がこう打席に入る前に名前言うじゃないですか。あれをやりました。え、すごくない？なんとかっていう。そう、うん、え、あのなんかさ、なんだっけ、内村選手でーす。あーそれのやつ。そうです、そうです。毎年はなんかちょっとウグイス嬢さんっぽくやったんですけど。めちゃめちゃ緊張しました。ウグイス嬢さんっていう。ウグイス嬢さん。ふぉーほいきょきょ。違う、それ新人さん絶対知らないでしょ。あの5番みたいな、あの、あります。はいはいはい、綺麗な声の女性。なるほどね。めちゃめちゃ緊張しちゃった。もう斜め上すぎて、もう高気境
あいつ一番サジが一番うるさい。チンプル。そうツッコミですよコメント。そっちのウグイス三条。でも8時まで。笑いとか。もうフリートークで8時まで持ってけるけど本当ですね。面白い。本当になんかあんまりなんかアンチコメントっていうのはあんまり見たことないんやけど、村重と一緒に配信するとよく見る。すごいよ村重のショールーム。だから個人ショールームしたくないんだ。個人にも来るんですか。来る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 、もうブラスみたいな感じで来たりとか、なんか点つけたり、そうそうそう、なんかもうほんともうキー丸イーみたいな、わかる、もうみたいな感じで来て、そっかそっか、ダメなワードに入っちゃってるからね。ちゃんとだからもうほんと悲しい村重だからいつも悲しい、みんな通報してーって言ってるメンタル負けまいメンタルやばすごい強い、ほんとに面白いあ、村重愛してるよって来てるんですよ。よかったよ。よかったよかった。村重も愛してるよ、ね。で、ビビアンは最近どうなの？おい！私ですか？最近そうですね。でも、一つなんか事件があって、なんか別に、まあ、見たくもないかな、みたいな感じの、インスタグラムの、大物のメンバーの、インスタグラム間違ってフォローしちゃって、そう。で、まあ、でもフォローしちゃったし、通知多分言ってるじゃないですか。だから、まあ、置いとこうと思って、そのままにして、まあ、見てたんですけど、ちょっと、いいかなと思って、最近フォロー外したんですよ、しれっと。そしたら、最近、なんか、ビビアン、なんか、インスタグラム見てくれてるよねって、その方と会った時に言われちゃって、あら秒でフォローし直しました。誰、言えないです。本当に大物ファンファンさんなんで。誰いや、ファンじゃないですね。メンバーなんですけど。へ大物結構、わかりますか？あ、その話聞いて。あ、本当ですか？結構ね、すごい方。先輩で。確かになんか話したことある先輩とかはよくフォローとかしますよね、そういう SNS で、うん、いやいやでも本当にこれはね言ったらこ怖いでも今はもう仲良しでそうですね、はい、全然今は仲良しでそれさ、でもさファンの人も嫉妬やないフォロー外したでしょ。確かに。あーどうなんだろう、あれファンの人じゃん、第一号来たよ、あーすごい、すごいだめちゃめちゃもう構えとるやん、なんかもう保護者みたいなテンションでおるやん。すごいありがとう、ありがとう。帽子にマスクにメガネして村重たちより変装してるけど大丈夫、芸能人だから芸能人じゃなくて、ありがとうございます、やったー、ありがとうございます。あ、ここも携帯持ってくるかと思ってた。あ、もう聞こえてるんですよね、あそこで、あー音声聞こえるから、音声聞こえてる、 Wi-Fi なくても大丈夫すごーい。すごい。皆さんもぜひ来てください。ねえ、ぜひぜひ。新館パルコ5階です。生ビビアン見たいってよ。おわ生ビビアン。なんで隠すそこ隠すとこちゃう見に来てください、ぜひね。すごい、出たからみんないるから。あの人でも結構見たことある。村重知ってる方だけど。あの人。どうも、嫌いですか。どうも、あの人顔知ってる。なんかね、誰のファンですか。いや、わかる。マロンしとったらわかるやろ風が熱いんよ。あ、誰？モカやん。モカちゃん。あれ？昔の一期のファンだったよ、ね。めちゃめちゃ来てたよ、ね。編されてる。あ、ライムさし。時代が。さし。さし。もう後ろ絶対ミランダ。いや。モカちゃんのファンやって。知らん。あと40分ぐらいあるからね。全然まだ来れますからね。別にね。お待ちしております。なんかピーチありますか？私はもう私休みの日って本当に外出なくて、確かにベッドから動かないんですよ。でも動かなすぎて今日めちゃくちゃ貧血を起こしました。心配になっちゃう。あ、見に来てくれてる？うん。こう見てくださってます。誰？こっちから視界で見えないんだよ。女の子が来てくれて、映ってくれないのに。ありがとうございます。じゃあ今日は何してたの？だから本当に貧血を起こしてショールーム来たぐらい今日の出来事、貧血を起こしてショールームの言葉みんなってなんか休みの日って何するんですか？でも結構分刻みで私予定詰め込んでる。すごい分刻み、
ず分岐点は違うかな、なんか普通に天神行ってお買い物何時までして、その後この人とご飯行って、その後映画行ってとか、その後はなんかこの企画のあれしようとか。すごい、絶対無理やそんな。無理。え、村重さんって何してるんですか、オフの日って。え、村重家族といるか、そう、家族が週末は遊びに来てくれるから来れる時は、で握手会いなかったらこっちいるじゃん。確かに確かに。家族と遊ぶか、何週かな、地元の友達とかかな。あ、なんかなおも結構一緒で、本当になんか自分からあんまり人をご飯に誘ったりしないタイプだから、なんか誘われたら行くけどみたいなテンションだから、もうほとんど家に引きこもってて、もう本当にテレビも最近つけないから、もうシーンってした中で、この間なんか宅急便がこうピンポンって来た時にもう1メートルぐらい体飛んだ。びっくりして一人で。ね、でもさ、なんかさ、ずっとさ、一人でいると、え、一人暮らしだよね、結構みんな。家族暮らしです。実家なんですよ。あ、実家？ピーちゃん一人？姉と暮らしてます。一人よね。姉と。なんかさ、あれ？一人。なんかさ、でも一日誰とも喋らない時ってない？休み。あります。全然。家に一人とか。その時さ、自分の声忘れてしまわん。だからなんかさ、こう、急にさ、何もしてないけどさ、なんかも。ああ、声確認ですか。ああ、みたいな声を一回確認するのが村重。ありますか、ありますか。ショールームが第一声の時がたまーにあって。マジか。なんかお昼とかにショールームした時に、第一声がショールームの時はさすがになんかちょっとビビりますよね。いやね、なんか自分こんな声だっけみたいな、声の形とか声がどんどんちっちゃくなっていく。そうなんですね。なんか喋らなさすぎて。え、声の確認しますか。しないしない。してそうやけどね。しない。あ私コンビニの店員さんとかとも無言でもう意思疎通できますもん。すごい。喋らなくても対応できます。え、じゃあ例えばこれいりますかとか、どうすんの、温めますかって。声出なくなっちゃいましたね。そうなんや。ね、いろいろありますね。村重めちゃめちゃ元気よくするかも。あ、おらっしゃせー。店員さんより元気してそうやん。いらっしゃせーって出てくるから。面白い。じゃじゃ逆やし。面白い。でもそういう人結構多そうだよね。なんかやっぱ昔はアクティブに動いてたけどさ、なんか増えてますよ。おー、やった。知ってる人、すごいじゃん。でもあれさ、モカちゃんとかのファンじゃなかった、ヨシキさんのファン。いやいや、モカちゃんのファン来すぎやろ。モカちゃんのファン。え、モカちゃんが見えてるのみんな。モカちゃんいないけど。いる、ここ。来ないよ、モカちゃん。え、モカちゃんがいるわけではないけど。とりあえず来てくれたんですよね。面白い。誰かガラスにこうやって貼り付いてくれんかな。あ、今日しちゃんげ。面白い。今日見ながら来てくれてるから、コメントもね、多分今、打ち込めるから。じゃあ、ライキング読んだら、ここにいる方とかありそう。確かに。確かに。なんかね、なんか、やっぽーい。やっぽ、やばい。面白い。嬉しいですね、来ていただいてね。ありがとうございます。じゃあ、次のお題いきます。いきましょう、もう。ぽい。あ、じゃあ、その前にランキングを、せっかくなんで。はい。1位からいきますか。16位から、13位からか。10位からじゃなくて、10位から。10位はどこ。あ、10位はうどんファミリオさん。うわーい、美味しそう。そして9位が見えない。これどっかからさ、見えたりしないのかな。あ、ランキングみたいな。9位は台湾の J さん。おお。そして8位は、8位は指揮者さん。ありがとうございます。7位がちょっと見えません。じゃあ6位かぶってますね。あとで7位さん呼びましょう。そうですね。これめちゃくちゃかぶってるからですね。今やってるけど多分難しいかもね。じゃあそこちょっと飛ばして。そうですね。7位はちょっとなんかいます。ありがとうございます。7位の人めちゃくちゃめちゃくちゃ見てます。ごめんね、すいません。6位は、わかんないです。水飲もう。シャンシャン。シャンシャン、シャンシャンみたいな人です。シャンシャン。シャンシャン。そして5位はイクユーちゃん。イクユーちゃん、アットマークリコピ。おー、リコピアイコンかわいい。そして5位は、5位がその人か。5位がその人です。4位、スタップできないんですよね。イコールケンタロウ。イコールケンタロウさん4位。イエーイ。イコくん。3位がイコキン。3位が
シミケン。あ、シミケンさん。そして、じいちゃんもっと喋ってる。2位が、あ、タモちゃん。タモちゃん。ありがとうございます。そして1位が、渡辺仁ちゃん。ありがとうございます。7位の人も呼んであげたら、ね、8位ぐらいかな。8、7、7、8、7、6、7、6お願いします。7位 A イコールさん。 A イコールさん、ありがとうございます。6位が今調べてます。一生懸命。あ、指揮者。6位さん。6位指揮者すごいですね。もう5位は5位。あ、5位も読んだ。あ、これでいいのかな。うん、かな。はい、ありがとうございます。すごい。後ろの方の皆さんもね、ありがとうございます、ね、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっほー。バカゾー増えてる。はい、ということで以上 HKT48 のカタリーヌのコーナーでした。ありがとうございます。はい、いきますか。続いて、はい、さて続いてはこんなコーナーをやってみたいと思います。タイトルコールいきますよ。せーの、さんのがはい、イエーイ。はい、はい、これはどういうことかというと、博多弁でさんのがはいとは3に19みたいな意味なんですね、うん、そして今からジェスチャーゲーム的なものをやります。出されたお題をジェスチャーやモノマネで表現して誰がうまいかを競うゲームです。さんのがはいの合図で全員同時にやります。声を出しても OK。 アイドルには不可欠な表現力、演技力が問われますよ。はい、この時間の MC は指令により私まいちゃんが担当します。お願いします。司会は私で、他の4人がジェスチャーにトライしていきます。はい、ジェスチャーやったことあります？みんな結構たまりね。誰がいいか悪いかはユーザーの皆さんの投票でお願いしたいと思います。皆さんしっかり見てぜひ投票してチェックしてくださいね。今回一番ダメな人にはなんと罰ゲームがあります。罰ゲーム？そう、罰ゲームにならないように皆さん頑張ってください。じゃあ早速お題ボックスが。あ、お題あるの？そう、お題があって。お、大きい。一斉にジェスチャーしていくので結構大きめ。大きい。じゃあいきますよ。やれるかな。じゃん。じゃあまず最初のお題はこちら。サンシャイン池崎さん。任せて。ジェスチャー、ジェスチャーというか声も出していいんですよね、これは。いやいや、もうモノマネでついてきた。絶対一番大きい声出すよ。なんで村重の方見るん。もうやる前からちょっと決まってるような決まってないような感じしますけど、じゃあそれではもう早速いきますか。じゃあ皆さん、立ちたい方は立ってください。もう始まったよ。始まってるって。まだ始まってない。ボン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 。え、これみんなやんなくて。いや、思いました。1位。はい、じゃあ、ね、いいですか皆さん。何なんだっけ。一斉にやってもらいますよ。何なんだっけな。いいですか準備、うん、はい、じゃあではいきますよ。サンシャイン池崎さんといえば、さんのがはい、イエーイ。シゲさんのインパクトがすごすぎて、マジで一人勝ちになってるみたいなことある。甲子園のサイレンかってなってる。あ、面白い。おー、これいくつかやっていって、甲子園のサイレンいらんって。いくつかやっていって、最終的にあのこのジェスチャーの企画の中で一番良かった人と一番悪かった人を決めていくので、この後もどんどんやっていきたいと思います。じゃあちょっと最初からすごいやつが来ましたけど、続いてこちら。もう難問欲しい。難問あ、来ました。続いてのお題は宇宙人。え？え？ジェスチャーで。見たことない。いいよいいよいいよ。じゃあいきますよ。宇宙人といえば、さんのがはい。ストップ。あ、どうですか皆さん。はい、OK でーす。なんかちょっと一人一人触れていきたいんですけど。
っと何もう一回ちょっとやってもらっていいですか、ね、待って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 村重のさ村重に触れるのはいつちょっと MC 不慣れなんでなんかすごいですね後ろの皆さんがちょっとあの笑ってくださいもうちょっと半笑いのに半笑いしてるのにちょっとすごいどうですかファンの皆さんピーなんかなおちゃんが目をそうちょっとなんか目がつってる説明するジェスチャーでやった後にさ、説明させる。いやめっちゃ恥ずん。恥ずかしい。こんな恥ずかしいです、ね。宇宙人は私が宇宙人したのはそのテレビージなんで目引っ張りましたって。でもなんか今回はめっちゃ恥ずかしい。スピードっぽいだったので。次の次次次行きましょう。続いてのお題はこちらです。ボディービルダー。いやもうこんなんで。もうじゃあ行きますよ。ボディービルダーといえば、三のがはいどうぞ。おちょっとマンジみたいになってますけど。マンジじゃないし。えマジでするってボディービルダーこんなん。ボディービルダーでも一番なんかなおちゃんがそうっぽいですけどね。わかりやすい一番。切れてる切れてる。長々と長々と何をしてるの、まいちゃんですか、やらせるのはいいけどさ、終わる時間も作ってくれるからまいちゃんがね、ルナちゃんはずっともう一生無理してるし誰よりもデレデレしてるから楽しんでくれてる後ろ誰も笑ってない、優しい眼差しひどいよそんなことある怖い後ろ向くのお父さんかな授業参加みたいな娘たちがなんかないよみたいな感じやもん。それでは最後のお題いきたいと思います。ちょっと終わる時間もいいですね、うんうん、じゃあいきます。最後はエアロビクス。えエアロビクス、エアロビクスってなんだっけ。マイコンがやってたやつでしょ。あーオッケー、そうなんですか。いこうか、いきますよ。3あエアロビクスといえば3のがーはい。あーちょっと結構それぞれですね動きが。あれ面白い、あれ面白い、ビビちゃんがすごいシュール。すごい今すごい顔が結構いいよ。オーディションできます。はい終了です。はい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 、面白い。ちょっとエアロビが一番難しかったですね。難しいですね。どうなんでしょうこれは、もう投票で決めちゃう感じですか。うん、じゃあいいと思う人。結構最初が結構あの盛り上がりがすごかったんですけど、じゃあ早速投票でこの中で全体を見て一番良かった人、ダメだった人を今から投票してもらいたいと思います。私が投票スタートというと、画面右下のボックスの中に投票用のアイテムが出てきますので、まずは良かった子、グランプリだと思う子の番号を投げてください。お願いします。はい、グランプリ1位だと思う人か。お願い、はい。番号も出てるのかな。お願い。1番がなおちゃん、2番がしげさん、3番がピーちゃん、4番がピーちゃん、誘惑するの。ピーちゃんです。後ろを誘惑するのやめろ。いいですか。誘惑。ちょっと待ってくださいね。出ます。まあ、罰ゲームありますもんねこれね、うん、結構ざっくりです。悲しいよ、後ろ悲しいよ。じゃあ皆さんぜひ今からアイテムを投げてください。投票スタート。じゃんじゃん。番号表示されないですかこれ。あら番号はもう一回言います。なおちゃんが1番、2番がしげさん、3番がピーちゃん、4番がビビちゃんです。はい、並び順じゃないんですけど申し訳ないです。そこはちょっとつないでください。3、3、4番でーす。罰ゲームな、グランプリなんもないですかね。お願いします。本当に本当にお願いします。面白い。まあ後ろの皆さんが今回はこの中にモカちゃんがいないんで誰に入れるかっていうそうね、この票がどこに流れるかが今回重要な。みんなちょろいな。みんな P さんに。じゃあそろそろですか。はい、春でやな私。本当だすごい、ね、
モカ票。3めっちゃ多ない？え、ね、あ、もう1万2000人の方が見てくださって30分で？ありがとうございます。イエーイ、1万人超えました。30分で昨日。じゃあそれでは投票締め切りだと思います。5、4、3、2、1、終了。結果がもうちょっと。いや誰になりますかね。コメントでは誰が多いのかな。26秒ラブがある。結果が出るまでもうちょっとかかるみたいなんですけど、はい、うわー怖い。誰が最下位今のところ。誰だろう。でもこれでもう一回、あの、あ、そうです、そうです、グランプリと最下位を決めます。最下位を決めるものはもう一回あるので。わかります。まだここなので、ね、みんな頼んだよ。さあどうなるでしょう。お願いだよ。どうなるでしょう。なかなか頑張ったよ。ちょっと結果が出ました。はい、結果が出ました。1位ピーちゃん、グランプリピーちゃんです。すごい。がだいぶ気になりますけど、ちょっともう行っちゃいますか投票。そっか、勝ち怒ってるみんな。やばいな。あ、ちなみに2、3、4位だね。あ、私だ。一番が4位。はい。で3位の子は2番。3位の子が2番。私が2番。お、2番しげさん。はい、じゃあとりあえずグランプリはピーちゃんということで、うん、じゃあ逆に一番ダメだったメンバーを今から何ダメだ決めたいと思います。分かる。これでまた私が一番かも。じゃあ村重はもう何なし。いや、もうピーちゃん以外の3人の中で一番ダメだったなって思うメンバー。いや、もうここに媚び売るしかないですよ。お願い。結構ここ大事。お願い。ここめちゃくちゃ優しい。確かに2が違う。2は違う。2に投票しちゃダメ。投票しちゃダメ。2、村重、ダメ。番号は番号は1番。お願い。いや、2番じゃないって。番号は2番じゃないって。お願い。やめて、やめて。ジェスチャーで。ノリが。番号は1番がなおちゃん、はい、2番がしげさんで、3番がビビちゃんになります。3番がビビちゃんです、はい、じゃあそれでは今から投票を始めたいと思います。投票スタート。でも本当に本当にやっぱよく分かっとる人は2に入れると思うんや。いや、みんなねえ、なおなおなお、そういうのやめようや。みんな端末全部で2に入れてください。全部 iPad と iPad も携帯もパソコンも全部2に今すぐショールーム起動してやめろー、お願いしますか。ちなみに負けたメンバーには罰ゲームが用意されてます。やだ、本当にやだねー。あー、これも絶対嫌だ。ねー、もう絶対嫌だもん。やだ、これもうマジでもう村重これ最下位になったらもう次からショールーム拒否しよう。いいですか。個人でも絶対に配信せんきしよう。ダメダメ、無理だ、します。出させてください。もう私だけがすごいせこい企画になってますね。そうす、確かに4番でまいちゃん追加する。やだ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 、早くさあどうなるかな。もうそろそろ投票締め切りますか。いや、美味しいくせにっていうコメント来てるけどマジで違う。本当にそういうのじゃなくない。そういうのじゃないやん。もうよくない。そろそろかな。そろそろ少々お待ちください。はい、じゃあもう本当にやだ、めっちゃ一番見える。はい、じゃあカウントダウンいきます。5、4、3、2、1、終了。さあ誰に入れたんですかね、皆さん。誰ですか。あ、2で。もうことごとく皆さん。もう本当に真剣に帰ってくれんか。早く帰ってくれんか。せっかく失礼やな。せっかくだからだから失礼やな。早く帰ってくれんか。最後までいてほしいです、ね。もう帰ってええぞ。面白い。まあ、見たいっていうのもあるんでしょうね、罰ゲーム。ああ、確かに。どんな罰ゲームかはまだわかんないんですけど。罰ゲームがさ、さあ、結果が。もう、もうちょっと。はーい。どうなるかな。皆さんが先に知ってるのかな。さあ、そのコメントでちょっと。54% だって。誰だろ、54%。54%?
誰かな、あんなに頑張ったのにマジで今日村重これ最下位になってたらほんまにもう HKT のファン嫌いやできますよ。ほんとに辛い。それは結果が出ました。結果が出ました、はい。最下位のメンバーを票数が多かった、最下位の票数が多かった、じゃあ最下位が票数が多かったのはしげさんです。イエーイ。まさかのめっちゃ大拍手してる。あんなに頑張っとったやん村重、まあ、一番頑張っとったやんサンシャイン池崎さんの時も宇宙人の時も一人だけ動いてたし、確かに確かに候補結局がダメみたいな、改めて結構しちゃった分宇宙さんじゃん、だいぶ振りが効いちゃった、振りが効いちゃったみたいですね。うぐいすか、結構マイナスやったもんね。あ、やっちゃったな、マジで補いんかった、あれはっていうのはマジでダメだったね。ダメでしたね。はい、ということで、一番ダメだった。違うわ、チブラ。一番ダメ、違う。一番ダメだった、ということで、一番ダメだったのはしげさんということで、しげさんには罰ゲームです。はい、罰ゲームの指令は、なんと、10分間トーク禁止します。はい、あの皆さん喜んでますけど村重は全然いいですよ、10分間喋らないの本当にそれでいいんですか。はい、皆さんが本当にそれでもいいんですね。私たちは困りますね。困るのは私たちは困っちゃうですよね。困る、いいんですよ村重は全然本当に全然でも喋んないし、全然なんだろう寝ちゃいますし、ショールームだし全然ね。ああ、いやショールームだからこそ寝ようかな。どんなこと、みんなすごい候補買いしてるファンの方いいんですか。悲しいね。いいの、もう期待も込めての票だったのかなって思います。喋らずにみんながなんかどれだけボケれるかなっていう。結構私的には大ダメージなんですよ。ね、なんか顔ちっちゃい、顔ちっちゃい、なんか顔ちっちゃくない。脱力して、じゃあしげさんには今から10分間トーク禁止となります。ちょっとなんか止まってる、魂止まっとる、どっかで生きとる。生きとる、はい、生きとるかね。この後の企画も10分間瞬きもしとらんけど、ということで、ということで私たちのリアクションいかがでしたでしょうか。皆さん、楽しんでいただけてたら嬉しいです。以上、三能ガーハイでした。イエーイ。つなぎでつながるか。いや、はい、怖い怖い、アフロイドショールームで喋っちゃいけないんで、結構なあれですね、罰ゲームですね。ねえ、しげさんが10分間喋れないことなんかないですもんね。珍しいね。確かに10分喋らないの見たことないですもんね。確かに。なんか悲しそうな顔してる。ね、ちなみに今見てくださってる方1万4000人やってます。すごい。ありがとうございます。すごい、タワーも2本立ってる。本当ですか？ありがとうございます。すごいタワー。もうすごい、後ろでは皆さんね、真剣に嬉しいですね。こう真剣に見てくださいミッフィーミッフィーミッフィーだこんなに元気ないしげさん見たことないですよ。カメラの前でこんなしげさん見たことないですけど。珍しいね。ここにタワー入ったらさ、ね、誰に、はい、私ですかね。いや、それでは続いてのコーナー行きたいと思います。はい、クイズ、私のこと知らんとー。イエーイ。じゃあリビちゃん企画の紹介お願いします。はい、ということで今から私たちの自分クイズをやっちゃいます。私たちの中から誰かが自分にまつわるクイズを出しますので、それを残りのみんなに答えてもらうというクイズになります。はい、ユーザーの皆さんもぜひぜひいっぱいいっぱいですね、参加していただいて、分かったら答えをどんどん書き込んでください。メンバーよりも先に正解を書き込めるのか、どんどんトライしていただけると嬉しいです。はい、じゃあそれではまずは一人ずついきますか。はい、まずはピーちゃんが出題するクイズからいきたいと思います。はい、では早速、待って、このクイズもしげさん参加できないってことですか。え、答えるのもできないってことですか。本当ですか。なんか急にめちゃめちゃ厳しいあんなに緩かったのにね。意外とちゃんと守ってね、偉いですね。偉い偉い。じゃあ早速問題を出します。はい、クイズ、私のこと知らんと第1問です。はい、第1問、この間私がドンキホーテで買ったもの2つ何でしょう。ドンキホーテ、いやめちゃめちゃ見たことないけど、何でもあるけどドンキってしかもめちゃある。はい、チョコレートフォンデュの機械。違う、そんなのは一人で1000。そっかそっか。
ドンキホーテでしょ。でも家で寝てるから。あ、はい。はい。大きいお菓子。いけます。あれ、はい。はい。縄跳び。違う。難しい。え、ヒントないですか、ヒント。ヒントは、単純に私が本当に大好きなものと、あとは、もう安くて目に入って、あ、これなんか美味しそうだなと思って。美味しそう。美味しそう。美味しそうなもの？うん、どっちもまあ、食料品。あ、どっちも食料品？うん、何？はい。はい。安眠できるガム。違う。そんなもん乗ってますっけ？危ない。危ないですね。危ない。危ないガムですね。食料品か。そうですね、食料品。食べたりとか。飲んだりとか。食料品？うん。食に関するもの。はい、飲んだり？と、カルピスの原液？原液？の？の大容量。正解。すごい。カルピスの原液の業務用1リットル。そんなの売ってるの？売ってる。すごい。だから白いんですか？かもしれない。もう一個。もう一個。もう一個ヒントヒントヒント。じゃあ今1ポイントですか？ヒント？ヒントはパン。パン。はい。菓子パン。あ、多分違う。はい、はい、ポケモンパン。違う。何はい、違う。あ、ちょっと待って待ってよ、はい、お願い、はい、あのスティックのチョコのなんかトントンしてるやつ。違う。なんか白いチョコがいっぱいこうかかってるやつ。違う。星梅。なんで？星梅のお菓子。パンって言ったよ。パンって言った。まいちゃん、ネパールやる、絶対。マンハッタン。違う。え、何？違う。何？あ、はい。はい。あの、ウインナー入ったパン。違う。ねえ。あるよね。あるやん。美味しいやつ。パンの種類って、はい。食パン5枚切り。違う。何？直太さん。何？他にパンって何がある？だって菓子パン違う、惣菜パン違う、ポケモンパン違う、マンハッタン違う、なんかこんなやつも違う、食パンも違う、パンでしょ、コシューズも違う、なんかシゲさん、シゲさんどんなパンがあると思います？他になんかこの後が心配、寝てるから何？はい、コッペパン。違う。なんかこのロールパンみたいな。いやいや。大まかに当てようとするか、この。あ、はいはい、食べるやつ。違う。どっちかっていうと、和です。和？ドーナツやん。あ、はい、ロールケーキ。違う。なんか、もうちょっと和だよ。和だよ、和。え？あ、和？ああ、和ね。よと和の？うん。輪っかの輪じゃないから。リングかと思った。わ？あ、日本語難しい。どら焼き。あ、違う。えぇ、ー、わ、あ、違います。え、何？パンだよね。え、アンパン。正解。あー、ナイトドンキでアンパン。そう、なんかあんこトーストみたいなドンキで売ってるやつめっちゃ美味しいんですよ。え、美味しそう。6個ぐらい入ってて、2個だと安いよみたいなやつ。知らんかな。だから1問目から長かったんです。ドンキっていっぱいありますもんね。じゃあ PT クイズもう1問いきますか。あ、もう1問。じゃあ第2問。はい。第3問？第2問。第2問ですかね。第2問。私の LINE のトークで一番上にいるメンバーは誰でしょう。イモムチ。違う。はい。HKT48 と公式 LINE。違う。え、公式 LINE どっち LINE するの？そっか。通知が来るみたいな。はい、通知が来る。クロキさん。違う。いや、まあまあ。はい。はい。吉川さん。違う。え、じゃあ、はい。原口さん。違う。尾崎さん。あー、違うか。誰？誰？はい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 。富吉さん。違う。はい。しのちゃん。正解。すごい。そうなんだ。結構 LINE してるんだ。めっちゃ LINE する。なんでですか？仲良し？仲良し。もう毎日 LINE してて、くだらないことばっかりで、最後にしのが来たタクシーって最高やねっていうので終わってます。返事したれ。ちょっと返事返してなくて。確かにしのちゃんすぐ返すから。正解。すごい。やった。まず2ポイント目。すごい。で、1ポイント。はい、のーちゃん。すごーい。ちなみに今1万5000人超えてるそうです。おめでとう
すごい。じゃあ続いてピーちゃんクイズは終了で、続いてはビビちゃんのクイズを出題してもらいたいと思います。はい、はい、では早速ビビアンクイズ出したいと思います。クイズ私のこと知らんと、イエーイイエーイ。あ、第1問目です。じゃじゃん。はい、私が昨日あるものを5つ食べました。それは何でしょう。もう5つ食べれるものでしょ。はい、知らんがな。あんだけ食べ物したのに5つ食べました。あ、同じものを5つね、はい、あんたブブー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 ピタースタンドブブー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 マシュマロブブー梅干しブー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 。え、何系ですか。でもその飽きないですね、やっぱりこれを5個食べても。あ、え、飽きるよ。5個ファイ、おにぎり、え、ブブー、クリスプご飯なあ、違う、一瞬で5個いけるからね一口でいけるわ5箱か、5個やろ。あ、アイス、ブブー5個、5個、5個、それはご飯として食べたね。はい、でもビビ、あ、姉好きだよね。お、何ですか。買った、カップラーメン、ブブー。5個も食べたら死んじゃう5個、ご飯として。ヒント、いろんなものに変化するので5個も食べれましたという話ですね。いろんなもの。しげさん分かりますかでも15分ぐらい経ってないね、思います。あとどのぐらいなんだろう。待って、いろんなものに進化するんで、卵、はい、あ、ピンポーン。朝目玉焼き食べて、お昼に外食でオムライスで2個分ぐらいの卵食べて、家帰って、なんだっけ、なんかぐちゃぐちゃにした卵食べて、はい、その後また目玉焼き食べました。いや、タンパク質おばさんやん。コレステロールやん、はい、食べました、いっぱい。ありがとうございます。じゃあ2問目いきますか。ここで、終了。あ、ここでなんと、罰ゲームが解除されるということで。ちょっと待ってください。もうテンションがさ、やっと解除されますよ。おかえりなさい、おかえりなさい、いいよ、はい、いや、なんかいいんですけど、なんか罰ゲームするんだったらもうショールーム配信してるのに喋らない、マジで息時刻です、ね、もうだからなんかあれの方が良くない、なんか酸っぱい飲み物飲むとか、あ、クエン酸とか苦しくてガチのやつガチじゃないですか、ガチのやつ、苦しくて苦しくてしょうがない。しげさんだって一番苦な罰ゲームでしたね。そうですよ、まあ、選んだのはファンの皆さんなんですけど、苦しかったおかえり、ありがとう、おかえりなさい。まだ問題あるんで頑張りましょう。ここから巻き返してね、いきましょうね、はい、じゃあビビちゃん2問目。はい、2問目では第2問目です。ドゥルンドゥルン。はい、この前家の近くで何かを食べながら自転車を漕いでいる少年がいました。さて、それ MC で言ったよね。何を食べていたでしょう。何、それ MC で言ったよね。じゃあしげさん、ちょっと黙ってて。え、まだ、チャンスチャンス、ちょっとまたそのマスク。覚えてない、覚えてない。何を食べながら。何、はい、何。何かを片手で食べながら。アイス。ブブー。アメリカンドッグ。ブブー。おもり。ブブー。何でしょう。またよし。ブブー。しげさん答え知ってるのに。いや、分からん、分からん。覚えてない。え、なんかそれ日本は平和だなーみたいなこと言っとったよね。そうですね、シティボーイだな。バナナ、ブブー。あー、リンゴ、ブブー。まあ、ヒント言うと、食べ物じゃないものを食べてました。怖い怖い怖いいいいい、やっちゃいますか。うん、ティッシュ、正解。すごくない、マジで。本当、遠く見つめながら片手でチャリ漕ぎながらティッシュ食べる少年がいて、はい、衝撃を受けましたね、私は。その子は大丈夫なのかな。シンプルにその子は大丈夫なのかな。よくは真似しないでください。よくは真似しないで。はい、ということで、はい、正解です。村重さん1ポイント、すごい。じゃあ今のところ2ポイント、2ポイント、しげさん1ポイント、ぴーちゃん0ポイントで、いやーだ、ラスト、ラスト、じゃあラストはポイント多くしますか。10ポイント。そうですね。10ポイント。私もらえないじゃないですか。確かに。じゃあ行きます。すいません。ドゥルン。私のこのネックレスいくらでしょうか。はい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 。はい、315円。ブブー。はい、3万円。ブブー。安いか高
ないかですか、うん、だってこれなんかさ、どっちかやない、もうピンキリ、マジで、うん、めっちゃ高いかめっちゃ安いか、人ずつの難しい、いやこれもう一人ずつ、これ一人ずつ、いやそれは言えないです、ね、これ一人ずつ値段言ってって一番高い人が、あ、いいですね、ポイントもらえることにしましょう、ガチでいくわ、待って待って、ガチでちょっと考えて、え、これネックレスだけだったら、それともそのイヤリングも、あ、もうネックレスだけです、あー、え、それってお菓子とかついてないよね、ちょっと待って、ラムネとかラムネおまけや、ついてないよね、それだけで売ってるよね、まあまあ、ヒントなしで、じゃあブラシが、はい、2500円、ピーちゃん5000円、125万円、わお、ボケだね、590円、あー、でもあるよ、でも一番高かったよね、ファイナルアンサー126万円、125万円、オッケーオッケー、それではじゃあ正解を発表します、私のこのネックレス、はい、あ、まず当たってる人います、来る、ちょっと肩とこ書かれるやつ、あ、肩とこ書かれる、肩とこ書かれる、書いて書いて書いて、当たってる、え、当たってる人だよね、当たってる人、当たってる人にじゃあトントンします、大丈夫、怖い怖い、これお願い、じゃあ当たった人のネックレスプレゼント、お願い、なんでよ、なんで、あ、だったら25万だったらどうするんですか、別にいらんけど、いきますよ、え、ビビアン、ビビアン、ちなみにあのドキドキするためにムラシゲのとこにも来てない、怖いよ、それではいきます、はい、あの、ぴったり2500円です、すごい、すごい、すごい、びっくりしました、すごい、プレゼントはしないんですけど、でもあの、ぴったり賞です、やあれだ、あれだったら100万円もらえるやつですよね、本当だ、ぴったり賞で、ぴったり賞、ぴったり賞、すごい、持ってますね、ネックレスはいらんね、ねえ、いらんわ、ひどい、当たったわ、もらえるって言ってもなんかまあ、助けてって言えない、コメント欄がパチパチの嵐ですね、すごい、ね、すごいですね、すごい、すごい、タイプでしたね、2500円、はい、2500円です、2500円もするんですか、これはあの天神コアでご購入しましたね、ご購入、はい、ご購入させていただきました、すごい、なんかその本当になんかもうカラスが、ね、うらそうな、ねえ、カラスの毛みたいな、でもファッションって本当に今人それぞれだなって思うよね、こういうのみたいな、首に3つついてますね、だって私がこれ100円キャラでも買わん、ねえ、これひどい、2500円出したんですよ、25倍、本当に可愛い、嬉しい、でもすごいなんか独特でさ、ね、本当すごいと思う、やったリビちゃんらしいクイズでしたね、しということでリビアンクイズでございました、はい、ということで結果をおさらいしましょう、はい、私口がいまいが2ポイント、なおちゃんが2ポイントで、ピーちゃん、ビビアンが0ポイントで、しげさんが11ポイントやったー、マッカした、ビビアンのことめっちゃ知ってるやん、本当に仲いいですね、いやいや、はい、ということで、以上クイズ私のこと知らんとのコーナーでした、盛り上がりでしたね、はい、最後のコーナー、じゃあ続いては最後のコーナーをやっていきたいと思います、はい、その名も式ランケン、式ランケン、はい、しげさんお願いします、はい、式案件とは博多弁でできないという意味です、つまり、うん、できないようなことをやる無茶ぶり企画でーす、イエーイ、今回やるのは二人羽織メイク対決、イエーイ、はい、ということで二人羽織対決です、後ろの子に目隠しをして、ん、あ、二人羽織対決で二人羽織の感じで二人縦に並んで後ろの子に目隠しをし、その子が前にいる子の顔をメイクしてその出来具合を評価しようという対決なんですけど、メイクにはお題がありますので、お題ボックスから引いてもらってそのお題のメイクをしてもらいます、で見えない状態で後ろの子がメイクするということですね、なるほど、じゃあそれでは早速ペアでくじをペアで聞いていきたいと思います、いや重要やん、じゃあそれを引いて、あれまたまいちゃんは、私はなんかなんでねえ4人がメイクされるみたいな
まいちゃんとスタッフさんでね、2人でやりたい。男性スタッフしか見えませんけど。耳倒れしたらいいのにしよう。じゃあ聞いてください。どれでもいいよ、本当に。あ、しげさんのこれだ。はい。せーので。せーの。じゃあ。B チーム。いや、B チームなおむらしげからされるぞ。リビちゃん、リビちゃん。先輩後輩を感じるね。じゃあ縦に、じゃあ前って書いてある人が先にメイクされる、はい、じゃあなおがそっちにね、あ、後ろや、後ろなおが、熱いね、ここのね前に行ったらいいか、すごい、なんか増えて増えて、ほんとだ、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、いっぱいいっぱい、すごい、この鏡越しになんかチューできそう知ってみますこんな企画じゃこちらで、お、来た、メイク道具来ました、すごい、え、待ってください、この色がちょっとやばいんですけど、見えるかな、何これ、クレヨン色が見えるかな、すごい、なんかまあクレヨンみたいな化粧道具が、ね、あ、でもちゃんとフェイス、リップ、アイメイク、へぇ、クレヨンだけど、これで実際にリップですね、メイクをしていきたいと思います、後ろも、後ろの子は目隠しをつけてもらって、あ、そっか、早速準備をしてください、これ何だろう、覚えて配置色も覚えて、え、これ何、これ、あ、でもピーちゃんたちは見えるから一応言ってもいいんだ、これ、あ、言ってあげていいんや、そう、多分これ何、喋るのも OK、 これ何、はい、ということで、それぞれのチーム、ね、そっちなんかリップあるけどこっちリップないけど、こっちなんかドス黒い色しかないけどさ、ドス黒い色さんの問題で大丈夫かな、じゃあそれぞれのチームがお題、メイクのお題をメイクのお題、じゃあ行きまーす、これでハイライトされちゃう、よかった、ピーさん、何、やばい、マジでやばい、何、一緒に出しますか、待って帰、じゃあ私から A チームはこちらです。プロレスラーでーす。女子プロレスラー。女子プロレスラーって何？やばい。じゃあ B チームいきます。歌舞伎風。どっちもどっちや。ちょっと。待って。中入ってるやつ全部やばいやつ、ね。何？女子プロレスラーって何？行こうか。今回、あ、一回戦だけなので、メイクされるのは二人だけ。尺の都合でも。本当は4人やる予定だったんですけど、時間の都合で二人だけメイクされるんです。そうですね。もう私絶対もうこのメイクで帰る。はい。じゃあ準備 OK ですか、はい、二人ともつけてください。村重から、この後予定はって聞かれました。じゃあ大丈夫ですね。怖い怖い怖い。ちゃんと把握しますからね、そこは。はい、ナビゲートありなんで、喋ってるだけ OK、はい、じゃあ準備ができたようで、早速いきましょう、ユーザーの皆さんもどちらのチームがいいかぜひコメントで教えてください、それでは、ミニモーリメイク対決、よーい、アクションイエーイ、じゃあ、プロペラメイクしたら始まりましたけど、そうですね、結構最初重要です、これ結構茶色かな、あのペン、これ紫だから、ビビちゃんが、どこビビちゃんが紫のペンだったり、プロレスハイライトとかも結構、どんなプロレスラーになりたいですか、可愛い、可愛いやつ、めちゃめちゃ可愛い人、あー、ドス黒い、チェンさんがもう早速、え、何をしようとしてるの、歌舞伎風だった、ハイライトみたいな。そうですね、プロレスラーですもんね。あー、待って待って待って、何がしたいの、え、だからさ、歌舞伎風なんかさ、あそこ目の下。1万8000円。目のくぼみすごいある。あそこ目。あー、くぼみね。1万8000円。茶色の方がいいかな。今から見た方は何をしてるんだろう。メンタマー、言えぐられる。メンタマー。メンタマーエグ、茶色で彫り深くしたいんやろ、そう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 、気をつけてね、はい、目気を、彫り深く、閉じてる閉じてるから大丈夫、口です、すごく口、どんなとしげさんが鏡がないからさ、なおもさ喋どんな感じになって、鏡がないから食べちゃう、食べちゃう、いい唇の色してますね、ねえねえねえ、後でさ、そのリップ唇貸してくれ、いいですよ、使うとき教えてください、それは青だよ、それは何、ホリエにする、趣味にする、あ、そうですね、歌舞伎メイクね、ちょっとしげさんたちの方がだいぶ、待って待って、だいぶ結構冒険に行ってますけど、るけどオッケー、なかなか見れないですよね、こんな新目で顔に録画されてるところ、私目つぶらんですか、上唇行きましょうかその色でいいの、ハイライト上唇行ってみます、あ、ハイライト入れてくれ、ピーちゃん、ピーちゃん、ありがたい、ハベニですか、ハベニしたよ、あー、お前のハベニです、すごい状況、伸ばしとくね、あ、はい
そう、なおちゃんの方はちょっと前髪までだいぶいじられちゃってますけど。マジ、うん、これ何色ですか？あ、それ何、これ何色だろう？いや、ハイライトこれ何？え、ちょっと、ポップと絶対グレー。やばいやばいやばい、え、私しか見えてないってことですよね。やばい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 、口紅貸してくれ、口紅。プロレスラーですもんね。ちょっとかっこよくしよう。かっこよく。ちょっと分けます。そうですね。眉毛の位置ちゃんと覚えてね。はい。あ、いいね。すごい、ちょっと心配そうなお顔でファンの皆さんに見守ってらっしゃいますけど。今日の特別企画です。すごい。やだ。やだ。わあ。ついてますか？ついてると思うよ。ついてると思うよ。どうなってる？すごいやばい。これ結構待って待って、わかんないになってる。え、これやばい、やばい、あ、ここ、ね、ゾンビゾンビって言われて、ムラシゲ、あー、鼻の中入る、鼻の中入る、今時代のやった、嬉しい、あー、くっちゃ入る。女子プロレスラーですからね。それは青。歌舞伎ちゃんどうか。赤赤赤。あ、それピンク、それピンク。赤よね、赤よね。青とかもありますけど、紫とか。それどこだいぶだいぶハイライトでーす。すごいすごい硬いもの。本当にどうですか？なんか同期だからやっぱり遠慮知らずですね、だいぶ。めっちゃ後輩。あんまり色ついてないよ。大丈夫？なんかいい色。ピンちゃんのどうか。何？何それ？これ結構だいぶ。この後、天神から帰れるのかなっていう。ほくろしてたのによった。もっと上って言って。うん。もっと上。あ、星？はい。あ、やった。やったー。どう唇。あ、あ、こっちは結構。おー、いいね。あ、女子プロレスラーっぽくなってきた。すごいですか？あはぁまずい！あれ、それどこ？まずい！Z。やばい。プロレスラー Z？ 結構、こっちはプロレスラーっぽくなってます。みーちゃんたちいい感じですよ。本当ですか？これ眉毛か。ちょっとコメント欄がさっきからハイライトめっちゃするやん。しますね。なんだろう。このハイライト結構ピンク寄りのハイライトなんで。口の中がすごく食べちゃいけない味がする。大丈夫ですか。結構出来上がり気味ですよ。はい、私もちょっと完成しました。だいぶ物議が起こしそうね。じゃあ、あとコメント欄。すごいベトベトする。じゃあ10、9、8、7、6。5、4、3、2、よし終わりー、できたー、まだみんな絶対いい、待ってください。どう、ちょっといきます、あー、どうしよう、ちょっとベートしといてもらった方がいいよ、せーので、せーのでパッてもう見よう、一瞬でお互い見ます、あの、すいやん、はい、まだ目閉じたままで、うん、閉じてる、じゃあ、多分ここに、いやいや、今そっちでいいよ、いきますよ、せーの、いやっいや、でも歌舞伎っぽいよ、歌舞伎やん、歌舞伎やん、本当だ、歌舞伎じゃない、歌舞伎プロレスラーっぽいじゃん、なお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 、歌舞伎やん、歌舞伎やん、めっちゃいいやん、めっちゃ歌舞伎やん、前髪の感じもちょっと歌舞伎、歌舞伎、歌舞伎っぽくなっちゃった、行くぞ、この野郎って言った、すごい、いやこれジャッジどうしようかね、迷いますね、ちょ、ピーちゃん、ピーちゃん、あ、お、すごい、プロレスラー、すごい上手、いい、これジェットです、ここは、あ、なるほど、あれかっこいい、どうする、投票、え、スタッフさんの意見は判断でいいですけど、あ、じゃあ、モビさん、いや、これやられそうじゃないですか、負けた、なんかさ、体張ってます、いやいや、最初はさ、笑われていいけどさ、途中からこんな気持ちで座ってたらいい、ここ天神ですから、やば、帰らなきゃいけない、恥ずかしい、あ、もう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 、決めます、はい、じゃあ、ピーちゃん、お、じゃあ、結果はピーちゃんの、やったー、やったー、イエーイ、いや、上出来ですね、それめちゃめちゃ上出来です、この人、天神からこのまま精一杯、精一杯かなって思いました、いや、せめて口書いていただいて、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで以上、人回り対決でした、ファンの人めっちゃ笑ってますよ、あ、本当ですか、よかった、嫌だ、笑わないでくれよ、このままエンディングいっちゃう、もうすぐ2万です、え、もうすぐ2万人、やったー、食べにしてない、ね、大丈夫、全然大丈夫、食べにしてる、食べにしてる、ね、全然めっちゃ全然いいよ、じゃあコメント移動してもらって、はい、エンディングお願いします、はい、じゃあそろそろ
お別れのお時間ということで、はい、はい、そろそろはいその顔で進行させていただきます。本当ありがとうございます。はい、あっという間にエンディングです。皆さん今日の配信いかがでしたでしょうか。すごいか、そう初めてだったのでね、ね、楽しかった、うん、あ、もう2万人近くの方が、ね、すごいです。ありがとうございます。なんか東京タワーも建てたらしいですよ。2個もどうだったか、すごい、2個も建ってる。2個は端っこにちょっと読みます。スペシャルギフトで多分読めると思うんですけど、あ、もしね、ぜひぜひ後で読みましょう。タワーを建ててくれてる方の名前って今出してます。よかよかだって、すごい番組名よかよかですよ。結構体張りましたね今回は。張っていただきました。ジェスチャーからまいちゃんが一番ずるいポジションだったよね。そうですよ本当に。本当。いや無害。本当だよ。これは無害や。福岡なんで、福岡なんでいつもお世話になってるスタッフさんが飛び込みなさってるので、ちょっと今回はズブズブや。あ、道取ってるらしいですよ。すごい、本当だ、あっちの。それか誰かにさ、みんな名前教えてって言ったら教えてくれるじゃない。確かに名前ね、ぜひ分かる方はね。あ、2万人超えてる。え、やったー、ありがとうございます。1時間で2万人って割とすごいですよね。ね、嬉しい。え、じゃあ名前、え、最初じゃあ10位から読み上げていく。そうですね、うん、読めそうでしたら10位からのランキング回りたいところですね。この2人のフェス10位誰だ。10位じゅんちゃんさん。じゅんちゃん、北海道の方です。ありがとうございます。なおみよし、9位がちょっと重なってて、あ、見づらいですね。クリックできますか。クリックできますか。クリックできます。9位のタワー立ててくれてるんや。9位の方クリックしていただきたいです。今やってます。はい、9位の方は10アットマーク We love マシロス。 We love マシロス。 We love マシロス。ありがとうございます。はい、続いて8位の方、8位の方お願いします。今やってます。ありがとうございます。嬉しいですね、2万人もね。すごいね。すごい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、本当に嬉しいね。8位、路地裏の少年さん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、あ、秋吉さん来なかったですか。あ、ほんとちょっと期待してましたもんね、私たち、ね、そういえば言ってたね。7位の方、すみませんね、ちょっとお待たせして。いいですこっちにも神あげ。独身感。あ、ハゲオビグンさん。ハゲ7位、7位。あ、7位の方。あ、その前のめちゃめちゃ前に来る。え、ハゲ予備軍さん。ハゲ予備軍さん。で、おかえさんが退社は早めにって。続いて、6位の方ですか。はい、ケンタロウ、アットマーク、村重おっさん。あーあー、そのケンタロウ。そのケンタロウでした。大阪の人。で、5位。PKS フライヤー AS 通りすがり人さん。ありがとう。よく来てくださる。はい。で、4位、まっちゃんさん、まつちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、あ、韓国語私読みましょうか。はい、あ、ビビアンかわいさんです。すごーい、ビビアンかわいさん、すごい、ほんとほんと、嘘じゃない嘘じゃない、誰も正解わかんないからね。ありがとうございます。2位の方、たもちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位の方は渡辺仁さん。おー、仁ちゃん、タワーの人。あ、タワーの方、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、やった、嬉しいですね。はい、こんな感じですね。みんな読めなかったんですけど、本当に2万人を超える、ね、たくさんの方に見に来ていただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして HKT48 からのお知らせです。はい、福岡市中央区天神の西鉄ホールのほか、パピオン24、ガスホール、ここからエスパシオの3カ所を HKT48 劇場として劇場公演を行っています。こんな人だったの。また週末を中心にこの顔で試合やっとんかな。女子会も行っております。公演握手会情報などは詳しくは HKT48 オフィシャルホームページをご覧ください。皆さんぜひ生の HKT48 に会いに来てくださいね。試合やってるやろ。試合もやってます。やってトロプロレスやってます。じゃあ、はい、タワー、タワ
立ててくださった方をお呼びしたいと思います。はい、はい、あ渡辺仁さん、渡辺仁さんありがとうございます。ビビちゃんですね。ビビちゃんのあのファン、ビビちゃんかわいい、ビビアンかわいいさんも歌を立ててくださったのかな。ありがとうここに韓国語わからないって書いてある。おじいさん。え誰？なんて？アーニャのおじいさん。おじいさんさん？おじいちゃん投げてくれたんじゃない？おじいちゃんかな。そうですか？おじいちゃん見てくれてる。いや多分大体心当たりはある。あの大体わかんない、ね、うん、はい、ここまでやってきましたが、はい、まあねこんなまあ、緩くやってきましたが、はい、はい、ここでなんと重大発表です。この顔だ。これは重大発表なんですが、はい、何何？なんとなんとこの番組は来週からレギュラーになります。やったー、嬉しい、すごいすごい。そうなんです、 HKT48 のよかよかはレギュラー番組となります。やった、福岡の天神サテライトから発信する HKT48 の冠番組となりまして、予定では毎月第2第4週の月曜から金曜まで夜7時から8時ぐらいまでの時間帯を目安に1時間の放送をしていきたいと思います。メンバーも毎回日替わりで2人1組となって出演していくので、今月もねだからもう20人ぐらい出演する予定となりますね。はい、はいはい、そして HKT48 のよかよか、この番組のこの番組のコンセプトは、HKT48 の2人が様々なゲームや企画、トークなどを通じていろんなメンバーと仲良くなる、絆を深める、というものです。このコンビが果たしていいのか悪いのか、ユーザーのあなたにもジャッジしてもらうかもしれません。もう二度と見れないコンビもあるかもしれません。この番組で HKT48 のメインコンビを探してください。初回7月9日月曜日7時からも、コンビで生配信いたします。はい、こんなメンバーの組み合わせを見てみたいななんてメッセージもお待ちしています。どんなメンバーがいいかな、でも本当に何ですかね、その1回でもうめちゃくちゃ相性が良かったことは次も来週もとかになる。確かにね、だって月曜から金曜日まで毎日ですもんね、第2、第4だから言ったらファンの方の一押し二押しとかでもいいわけじゃん。確かに確かに、まあ、そしたら絶対見に来ますよね。確かに本当に、うん、なんか誰かねしてほしい方とかいらっしゃったらねコメントとかもぜひ、はい、あドラさんとことか確かに、確かにまだあまりね喋ったことない、一気とドラさん、あいいね、いいね一気相当頑張らんと思う。はい、でもちろん今日オープンしたここ福岡パルコ新館の天神サテレテサテライト惜しい惜しいサテライトから生公開生配信です。ぜひスタジオにも遊びに来てください。ということでレギュラーのよかよか初回配信は7月9日月曜日の夜7時から配信予定です。お楽しみに、お楽しみに。はい、この後 HKT48 のよかよかの新しい番組アカウントができます。この番組終了後バナーが、皆さんから見て左上の方に設置されます。そこから新しいアカウントをぜひフォローしてください。はーい、はい、それから今後番組が終わった後はその日の出演メンバーがショールームでアフター個人配信をする予定です。その日の個人的反省会や感想やお礼などを改めて配信していきますので、ぜひ今後メンバーの個人配信にも期待しておいてください。はい、はい、ということでなんかあっという間でしたね。ね、もう2万1000件を超える、ね、すごいですね。すごい、本当に嬉しい。ショールームでの番組も初めてですし、嬉しいです。これからもっと HKT のメンバーをたくさん知っていただけたら嬉しいなと思います。人見に来れるから会いに来れる、ね、確かに確かに、ね、嬉しいですね。公演がない時とか結構ね、うん、メンバー不足の時はぜひこちらまで会いに来てくださると、はい、今さ来れるしと思ってさ後ろ向いたらなんか笑われてさ、なんでよと思ったらこんな顔してたから見ただけで笑われる一緒これからもね、嬉しい。でも初回なのに来てくださるってすごいですよね。対応力レジェンドですね。レジェンド、フットワークの軽い皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで記念すべき天神サテライトからの HKT48 のよかよか、 MC は HKT48 の植木直人、渕上舞と浦重杏奈と駒田ひろかと村川ビビアンでした。それでは HKT48 のよかよかは来週からレギュラーです、はい、来週の月曜夜7時頃にお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。